ね。なんか動きが人間みたいですね。良き同僚と思っています。黙って黙々と働いてくれている姿を見ていると親しみが湧きます。朝ね、あの従業員と一緒にロボットが体操してますよ。ボンミスもないですね。単純な作業はこういったロボットにやらせて、付加価値の高い仕事は人間がすると。導入コストはかかりますけども、これをうまく運用して本当に24時間までね、対応できるようになればコストは下がってきますし、この前のモデルの製品は中国で生産していたので、そこからこちらに回帰した状態になります。私も含めてですけれども、職業病のように腰痛を抱えている方って多いですので、体に負担がない分、気持ちに余裕ができれば精神面のケアが充実していけるかなっていうふうに思います。ロボットをですね、成長戦略の大きな柱にしていくという考えになります。2020年までに現在のロボットの市場をですね、3倍の 2.4 兆円にしていきたいと思っています。